はい、ドブロギです。本日もスプラトゥーン3で遊んでいきたいと思うんですけども、今日はですね、ガチマッチとか縄張りバトルでもなく、ヒーローモードで遊んでいきたいと思います。あそこにじっちゃんが見えてるんですけど、あのじっちゃんのお家、マンホールの中に入ると、新しいヒーローモード。まあ、スプラトゥーン3で言うね、3回目か。3つ目のヒーローモードができるみたいなので、本日はそちらで遊んでいけたらいいなと。てかもう実況していけたらいいなと思います。よろしく、おじいちゃん。おじいちゃん逃げた。なんか入れない。ちょっと入れない、入れない。入れないんだけど。どうやって入んのこれ。あ、長押しか。なるほど。来たー、やってきたー。なんか今回のヒーローモードは小ジャケと一緒にストーリーができるみたいなんですよ。で、このおじいちゃんも、バンカラ地方のおじいちゃんなのかな、それとも、トンビ部隊、昔なんか、トンビ部隊にいたらしくて。ああ、タコが来よる。またタコとの戦いか。今までもずっとタコと戦ってたんだよね。ニューカラストンビ部隊の相談役をしている当たり目じゃ。やっぱ当たり目さんずっと生きてる。なんか、ずっとね、健全ですね、おじいちゃんだけどね。ずっと当たり目さんいるんですよ。ちょっとハゲたかな。バンカラ街のエネルギー源。オーデンチナマズが消えた事件を知ってるか？毎回、ナマズ取られるからな、タコに。オクタリアンの仕業じゃと、こう、わしは、睨んでおる。過去2回、これ1と2ですね。オーデンチナマズが失踪しておるが、どちらも原因は、オクタリアンじゃったのでな。わしはもう、ニューカラストミブタを引退したが、気になって、キャッツラを見張っておったわけじゃ。目の敵にしてたのかな。頼む、わしに協力してくれんか？キャッツラからオーデンチナマズを取り返すんじゃ。返事は、しません。だって、結局やるんだもん。あっちも、無言。なんだそのままってなりそう。黙っとるっちゅうことは、イエスっちゅうことじゃな。おかしいよな、この理論。黙ってたらイエス理論だったらさ、俺王様でいいよね。あ、いいね、みたいな。俺王様ずっとね、なんか、この例え変だな。俺例えすんの、下手なんですよ。今日からアムネシオニューカラストンビ部隊隊員3号に任命する。キャッツラのインクに対抗できるよ。特製のヒーロー装備をくれてやろう。マッキーロー、かわいい、普通にこの装備欲しい。眠かったんですよ、さっきまで。俺すげえ眠くて、今ガム噛みながらやってます。起きるために。ミントのガム。美味しい。ちとゆったりしておるが、まあ問題なかろう。前の3号のお下がりじゃからな。これお下がりなんだ。でも綺麗だね。そんな汚く使ってないもんね、3号はね。どちらかというとこの、うわー、びっくりした。シャッケン、小シャッケン、なんだその髪型は。なんか、本当に原宿とかにいそうな男の子みたいな髪型してるけど。ぬ、さっきから気になっておったが、この小シャッケンはお主の相棒か。やる気満々じゃな。元気だ。生きのいい鮭。では改めてレッツゴー、以下よろしく。今回はそう、小鮭を使えるみたいなので。なんか動いてる、かわいい。何見てんの、料理？お腹空いたのか？何か食べたいのか？目玉焼きありますよ。シチュー。これポトフかな？コンソメスープあるね。食べたいのか？これが。あ、ちょっと汚しちゃった。小鮭撃てる。一応撃てるんだ。調べてみよう。なにこれ？ニューカラストミ部隊の司令の似顔絵じゃ。よく描けておるじゃろ。これ誰？仙台の3号を描いたのか。お主司令って誰？司令誰だ？わしらは人知れず戦う秘密部隊じゃからの。知らんのも無理ないわい。知らないな。これはストーリーを進めていけばわかるのかな。先に行ってみますか。これ何？ああ、モジャオさんになっちゃった。ねえ、モジャオさんになっちゃった。これ、ケバンインクってなって。モジャオさんだ、これ。これ気をつけて、当たらないように行けってことか。触るなって、危ない。触るなって言われたら触ってみたくなっちゃうんだよね。どこまで行けるかな？ここぐらいまで行け。うわぁ！ああ、ま、さすがに今ギリギリだったんだ。ねえ、モジャオさんになっちゃった。いや、こっから何回。
ちょっとモジャインクに触ると一生進まないので、ずっと行きましょう。なんか、イカちゃんのさ、インクタンクの上の方にさ、鮭のマークがあるんだけど、これなんだ？いずれわかるのかな？てかみんなもう結構疲労までやってるのかな？サンゴを道を塞いでるケバインクが見えるかの？おそらく丸っこいのがコアじゃ。あのコアがケバインクを支えれてると見たが、奴にはインクが効かんようでな。ひとまず無視して、タコどもの基地を探してくれ。え、攻撃してもダメなの？あ、ダメだ。いずれ生きるようになるのかな？これ何？これ何これ？え？あ、見えるってこと？奥が。望遠鏡の役割か。あ、小ジャケがなんか言ってる。この蓋に入るのかな？蓋を開けるの。おー、今日いた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 。なんか落とし蓋されてた夜間に。じゃあ1の1ってことか。頑張って行こうが。さあ、よろしくお願いいたします。うわ、なにこれ？かっこいい。張り切っていくぞ。とりあえずまっすぐ行ってみよっか。すごいすごい。バルーン壊せってこと？まあ、最初はチュートリアルみたいな感じなんですかね。ヒーローシューターのね、使い勝手はね、なんか、プロモデラーみたいに。インクが、結構ブレる。まっすぐ飛ばないですね。まあ、でも、壊す必要もないのか。あ、ちょっと待って。みんなスペシャル見て。スーパー着地。スーパー着地今回使えるんだ。これはあれか。ヒーローモード限定でスーパー着地が使えるってことか。よし、行こう。お！これ気持ちいいよ。みんな見てて。バーン。バーン。普通に気持ちいいやつ。これも、壊しといて。いいですね。で、あのね、もしかしたら煮干し、ヒーローモードって隠された煮干しとか、なにこれ。お、スイッチ。え、こっち、隠しステージじゃね？ちょっと行ってみよう。いきなり見つけちゃった。これは、アーマーですね。アーマーつきました。ちょっと見た目が変わります。あの敵のダメージを、ちょこっと防いでくれる。あら、これ小ジャケが助けてくれるの ?R。小ジャケ投げれんのかな？はい。お、すごい！すごい！小ジャケありがとう！あー！小ジャケ！あー、戻ってきた！小ジャケナイス。今回こうやって小ジャケと一緒に、旅ができるってことですね。投げて。こうやってまあ、壊させて。うん、小ジャケいいね。ただちょっとかわいそう。ちょっとかわいそうなんか。まあ。正面なのか、左まだ行ってないか、左行こっか。こっち行きましょう。何があるのかな、こちらは。とりあえずバルーンがいっぱいあるんですけど、バルーンに小ジャケ投げてみるか。あ、一応バルーンも壊してくれるんだ。なれも小ジャケ投げて、今回ボム投げれないんだね。ボムじゃなくて小ジャケなんだね。今まではボム投げれてたんですけど、あ、お帰り小ジャケ。小ジャケ、君名前が必要だな。名前大事だな。小ジャケって呼ぶのなんか冷たいしな。じゃあ、小ジャケ。猫の名前を、猫ってつける人みたいになっちゃった。俺嫌なんですよ。小ジャケの名前みんな募集してます。よかったら、コメントください。皆さんはどんな名前で小ジャケさん、あ、小ジャケさんってよくね？小ジャケさん。なんか、なんか、毛深いの倒した。まあ、いや、一応募集しときます。いいのがなかったら、小ジャケさんになるので、よろしくお願いします。コメントください。あ、終わった小ジャケ投げても割れるんだ。イェーイ！まず、一匹ゲットしました。いいね。これは、今回、煮干しとか手に入れなくていいのかな？なんか、ステージに隠された煮干しとかあるんだけど。どうなんでしょうね。オーディンチナマズ。まあ、見つけに行きましょう。あ、でも別になんか、今回、クリアすればいいみたいな感じか。寄り道しなくてもいいのかな。あ、ケバンインク進めるか？ぬ、相棒の小ジャケが何やら言いたげじゃな。小ジャケはいくらでパワーアップすると聞いたことがある。どうだって。いくらあげるんだって。え、小ジャケに？あ、これ、いくら上げてるのこれ。マイナス300！はい。そういうことか。
こじゃけ、え、すごいこじゃけ毛深いの、いや、な、ナイス。え、大きくなるのかな、こじゃけって。ちっちゃいママがいいな。可愛いから。待って、こういうとここじゃけ乗るんですかね。可愛い乗った。こじゃけこじゃけも、戻って。ああ戻ってくる。こじゃけじゃあここに。はい。こじゃけこじゃけこじゃけ戻ってけ。あ、いいですね、こじゃけ。これも必要なのかな？あ、いくらがないんだ。100使えばいける？はい。とりあえず、100個の鮭で。あ、夜間出てきた。そういうことか。一応これを見ると、あ、100だった。俺100持ってるから、これも投げるわ。今2箇所いけるようになった。どっちから先行こうかな。あれ何これ？あれ？これ何？なんか出てきた。何これ？置物？あ、ロッカーに置けるやつなんだ。へぇー。やったー。後で変えとこう。俺のロッカーなんか、ずっと、倉庫みたいに、段ボールしか入ってないですからね。とりあえず、夜間入るのなんか、もじょもじょしとるな。もじょもじょ。はい、よろしくお願いします。俺、ノーカットで行くから。みんなにありのままの、このありのままの黄色ものを見せる。さあ、よろしくお願いします。インク沼の中央に怪しい光を見た。これ怪しい光ってテレビじゃね？おいおいおい、ケーブルテレビじゃねえか。白黒ものかな？昔って今、薄いじゃんみんな。パソコンとかさ、薄いじゃん。あんな感じじゃん今テレビって。昔はね、箱みたいな形じゃんテレビ。で、映らなかったら、ポン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 叩いて、アンテナの調整して、やってたんだけど、まあ、僕の年ぐらいなんだけど、わかんないっすよ。あ、これジャンプでいけだって。ほい。これ、ケバインクこれ触れてもいい。これは大丈夫なんだ。てか、なんか綺麗じゃね今回。おぉ、こじゃけでもいけんのかな。あ、こじゃけでもいける。しかもなんか光ってる。こじゃけさん光ってる。ナイスナイス。ダッシュランは、乗ると飛べる。これ、こじゃけも飛ぶのかな。あ、ごめん、こじゃけ。ちょっと、こっちからだね。はい。あ、結構飛ぶね。まず雑誌場うまく使っていきましょう。これはスプラトゥーンのフェスでもあった。なんならスプラトゥーン2時代にあったね、この。ギミックなので。これは倒さなくていいかな。普通に上から行こうかな。短縮、短縮、時間短縮。はい、気持ちいい。はい、こっち、今度こっち。下に落ちなきゃすごい楽。ここも落ちずにジャンプ、待って。何か発見した。向こうは何だ。あれ？ゴールだ。あれ？ゴールしちゃった。あれ？これ近道？もしかして。あ、ずっとぐるぐる回ってるだけなのかな？これって本当は。で、気づかない人はこのゴールにたどり着けないよみたいな。まあ、一応いくら集めてゴールしましょう。はい、ナイス。初回ボーナスでもう500のいくらもらえるってもでかくない？結構。後で使ういくらって増えていくのかな？てか、今回武器の強化とかできないんですか？スプラシューターだけしかないのかな？ヒーローシューターか。しかし、タコの奴らの見た目が変わっておったの。前はもっとこう、つるっとしておったはずじゃが、確かに、毛が生えていた。イメチェンというやつじゃろうか。まあ、どんなタコが相手でも最新式のスーツがあれば問題なかろう。近くの敵などをマーキングする高性能センサーをはじめ、ハイテクな機能がてんこ盛りですじゃ。日本語おかしいぞ。装備の性能を正しく理解。戦場の鉄則。この人さ、時々変な言葉使うね。まあそこがね、いいとこですよね、司令さんのね。はい、じゃあ、ここ行きましょう。300だって。行っちゃいましょう。はい。ナイス。いやー、ナイスですね。これは、ここから、ピッてジャンプしたら、ショートカットとかできないのかな？てか、下やばくね？あれ。下のもじゃもじゃすげえわ。ちょっと、こじゃけ投げてみようか。大丈夫？こじゃけ。あー、さすがに怖いよな。そうだよな。あ、なんかある。これも、200だって、ギリギリ。いやー、これ鮭集めないときついか？いくら。いくらが足りなくなりそうだ。頑張りましょう。このまま、ちょこちょこ、ヒーローモード、
進んでいきましょう。多分ボスとかいつか出てくると思うので、はい、よろしくお願いします。閉ざされたドアになんちゃらを発見。回帰って書いてあるわ。あ、これか、閉ざされたドア。鍵を探せか。こういう箱の中にあるのかな。ここが、あ、ここか。おい、金庫の近くに鍵置いちゃダメだぞ、普通。ダメだぞ、金庫の近くに鍵置いちゃ。意味ないぞ。ちょっと遠いとこに離さないと。それかもう、肌身離さずね、身につけるべきなんですよね。あ、また金庫出てきた。近くにあるのかな？不用心な人たち。上かな？上なのか、これ。あ、こっから行けそうじゃね？あ、違う！ちゃんと肌身離さず。どこ？どこ？とりあえず倒して、金網は、通れるんですよ。イカ状態になると通れるの。まあ、やったことない人は、覚えておいてください。僕の動画は初心者さんが見ても、見やすいように、できれば説明しようかなと思って鍵ゲットとか言ったら鍵ゲットで、結局こっちの開けちゃったけど、どうすればいいんだ。あ、ここにもなんかある。鍵はないですね。で、このままレール乗って、左側、こっちは鮭か。これも小鮭の出番。お、ナイス、小鮭ちゃん。で、こっちから、上登ろう。まあ、上にある。これ絶対ないとおかしいな、これ。だよねー。この上も帰りたいんだけど、これはジャンプでいけんのかな。これ無理だ。なんで？小鮭さんでいける？あー、ごめん。ここからじゃ届かんのーって言われちゃった。無理だ。煽っても無理。普通に帰れってことか。ってことは、ここ一応開けて、レールが出るよね。あ、もう一個ある、レール。あ、わかった。わかったぞ。これは、上行ってからの、ここでジャンプするんだ。で、レールとレールを行き来して、よし、鍵発見！謎解き要素もしっかりあります。はい。遅くね、なんかレール。思ってたより遅。あ、待って、もうゴールする。ありがとう。はい、クリア。やっぱりね、意外とね、スプラトゥーン1、2やってる俺はね、サクサククリアできるんですよ。止まらないよ。止まらないよ、俺は。あと、ネタバレがすごい嫌な人なんですよ、僕は。私。うなちゃんは。だから、ツイッターとかでこういうのを見ないようにしてるので、もう最近 SNS を見てないです。おじいちゃん生活してます。わしらだけではちょっとばかし心もとないの。よし、通信機で助け求めるぞい。え、誰に助け求めるんだろう。これ誰？うん。こちら2号！もしかして、あおりちゃん、ほたるちゃんのことか？お、ほたるちゃんじゃ、また2号。1号があおりちゃん。行くよ2号、じいちゃんを確保せよ。確保せよ？どうした？悪いことしたのか？やっぱ、当たり目さん。あ、なんか登場されてる。登場されてるよ。また無線が登場大丈夫か？それタコからの登場じゃないか？犯罪だぞ、登場は。行くか。あ、こっちにもレールある。あ、これ戻る用か。別に今はいらないですね。あ、ちょっと待って、メニューが開けるみたいなので見てもいいですか？はい。一応今やったステージなのか。オプションの方は、そうか、感度とかだけか。武器の強化とかの、なんだ、こじゃけ。あ、ここにあった、教えてくれた。あ、パック生バトラーパックゲットしました。やった。これは壊せない。なんかハブみたい。ガラガラヘビみたい。危ない危ない。危ない危ない危ない。怖い怖い怖い。よし、あれを壊すんだ。こじゃけさん。いえ。あ、 ありがとう！次これですね。なんて書いてんの？地元住民も驚愕するみたいなこと書いてなかった？今回は戦いか？はい、よろしくお願いします。地元住民も恐怖する謎の生物とは？あー、マモアが出てきたってことは戦いみたいなもんですね。これは彼らを倒すのがベストなんですかね。まあ、負けずに攻めていきましょう。正面突破。俺は正面から戦える。君か。からの君か。俺は正面から負けないぞ。
なんにもない。どこに行くんだ？一体。あ！勝手に動いた。ちょっと俺が早すぎたな。ゲームのスピードより速かった。倒すのが早すぎる。お、上がっていくね。上に行けるのか。エレベーターだ。もう進んでしまったらいいのかな。チェックポイント来た。まあ、まだね、ステージ的にはね。俺には序の口。あ、待って、アーマー二重で。青になった！スーパーサイヤ人ブルーだ！さっき赤かったよね。スーパーサイヤ人ゴッドからブルーに変わった。鳥山明さん好きなのかな？関係ないか。俺最近ドラゴンボールスーパー見てるからもうその反応しか今更なんですけど。あーまあ割れちゃった！ゴッドになっちゃった！それが言っただけかな。待って俺もう一回ブルーになりたい。俺もう一回スーパーサイヤ人ブルーになりたいんだけど。上登る。これはイカ登りで登った方が早いのかな？痛い！こっちはなんか、いけなかった。はい。待って、もうゴールあるよ。ちょっと待って、気づいたことがある。小ジャケを投げてみよう。戦えるのか、小ジャケ。あ、小ジャケ頑張れ！頑張れ！頑張って！えらいえらいえらい！よく頑張ったな！ほい！よく頑張った！てか、まだ、余裕だ！ナンバーフォークリア。これ、いくつまであるんだろう。楽しいな。普通に、新しい、なんだろう、ストーリーとかってさ、一回やっちゃうと、なんか飽きちゃうけどさ、最初めちゃくちゃ面白いですよね。見事じゃ、サンゴ。さてと、夜間はあらかた見て回ったはずじゃが、他に怪しい場所はないかの？夜間は、すべて行ったのか。4まで。で、怪しい場所、線路があるんだけど、線路ちょっと使ってみるか。はい。落ちちゃった、これだけ。ごめんね。はい。一応怪しい場所って言ったらここぐらい。線って多いしね。あ、なんか、闘技場みたいな、広い、天下一武道会みたいな。ごめんなさい、またドラゴンボールだ。また出てきた。なにこれ？ロボット出てきた。誰乗ってんの？え、明らかに強そうじゃん。ギギ、当たり目、見つけたぞ！知り合いかな？最近、しもべたちが失踪していたのは、貴様が原因か！あ、タコ、あれだ、タコワサ将軍だ！この右に生えてんのね、最初はアスパラガスだと思ったんですけど、これワサビです。僕が、5年、7年前ぐらいはもう、ワサビです。知らなかったです。ここであったが107年目、君は107歳以上なのか。オーデンジナマズは返してもらうぞい。サンゴ、キャッツはタコ軍団のボスじゃ。とっちめてやれ。何を言っているのか。わからないが。ないが。我ら戦うサーメン。タコツボキング、極地戦、なんたらって書いてあった。早すぎて読めませんでした。これいきなりタコワサ将軍と戦うの？俺。早くね？女でっかいのどうやって戦うんですか？パンチこれ攻撃すればいいの？おー、打ち返せるよ。打ち返していく。しっかりと打ち返していく。さあ、続きはどういう攻撃をしてくる？右か左か。右手か、今度は。同じように返してやろう。どうだ？どうだ、どうだ？痛いか？無機質な機械のくせに痛いのか？飛んだな。おー、あた、そのまま突進が一番怖い。普通に怖い。次何？ドリル、手をドリルに。さすがに無理！危ない！もう潜んだ後か。あ、オッケー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 。やばいって今の。もう一回来るか、ドリル。手ドリル。手ドリル来た。いやいや、違う、ドリルじゃない、普通にだ。もう打ち返したら行きましょう。あ、あ、よー。はい。これ何回か繰り返すか、複数かね。最新機能準備。なんか、携帯が変わりました。第二携帯。フォルムチェンジしましたね。あれなんだろう、掃除機みたいな。あ、本当に掃除機みたいな。ああ、危ない！OK、倒す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 。あれ、吸引機みたいになってね、あれ。お、座れた、座れた、俺の攻撃。お、待って、危ない。いや、危ない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 。なんか吸引機みたいに座れた。小ジャケでも投げるのかな？あ、小ジャケいった。あ、詰まった、詰まった。詰まった、小ジャケナイス！うちの小ジャケさんが、
吸引器止めてくれてる。いいぞ。でも、すぐ助けるからな。大丈夫か？あ、持ってかれちゃった！小鮭！小鮭持ってかれちゃった！誘拐だ！小鮭泥棒！あ、ドリル来た、ドリル来た。ドリルはしっかり避けて、打ち返していきましょう。あ、小鮭どこ？小鮭、帰ってきて。小鮭。小鮭いないよ。あ、いた。持ってた。小鮭持ってた。小鮭持ってたよ。次、なに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 、また小鮭投げろって。危ない。小鮭詰まった。小鮭詰まったぞ。チャンスだ、今が。これ打ち返すぞ。今がチャンス。しっかり打ち返していこう。オッケー、小鮭が今止めてくれてる間にな。次は？あー、ドリルね。手ドリルね。手のドリルをしっかりかわしてからの攻撃。オッケー。あ、また出てきたね、タコバサさん。さあ、これで、勝ちか、俺の。痛いか？何？まだ最終形態があるのか。怒ってるよ。やべ、さっき食べてたガム飲んじゃった。やべ、ちょっと待って、ガム飲んじゃった。ガムのちょっと飲んじゃった。ちょっと待って。え、マスターハンド。ああ、なんか出てきた。なんか出てきた。地面のウェーブを避けろってことか。俺ガム飲んじゃったんだけど、どうしよう。お、小鮭さん、小鮭さん行ってく。お、小鮭さん、今、よし、今。あー、近づかなかった。てか、なんか喉に違和感がある。みんなガム飲みながら、じゃガム食べながらゲームとか喋っちゃダメだよ、みんな。ガム食べちゃった、俺。ちょっとだけだけど。やばいよ。詰まっちゃうよ。心配だ、俺の胃の中が。マスターハンド来るよ。これジャンプでウェーブ避けないと。ウェーブ避けてジャンプで避けていく。オッケー。あれあれ、ちょろいんじゃないの、その機械。壊した方がいいんじゃないの？はい、小鮭さんを投げときます。はい、チャンス。いや、一回目は無理か。さあ、小鮭さんが、でも、うまいこと。手ドリル来たよ。はい。はい、オッケー。はい、また来た、最後に。俺の方が怒ってます。よくやった、小鮭。わかった。やられた。うわ、結構リアルだな。インクが飛び散るのかと思ってたら結構爆発、普通に爆発したんだけど怖っ。え、てか、タコマサ将軍もう出てきたけど。終わり？ストーリー。2のボスやで、この子。ギギ、なんと強い装備だ。むぅ、オーディンジナマズを持っとる割に弱いの。タコマサ、猛録したんか？オーデンジナマズなんて知らないぞ。そうなのか？いや、しかしの、ほんじゃ一体誰が？もしかして、え？黒幕がいた？黒幕っていうかもう、タコワサさんは、悪くないのか？あ、やばくね？普通に落ちてるよ。やばい！みんな！穴の中に！大丈夫これ？どうなっちゃうの？俺たち一体。どうなっちゃうの？あ？あれ？風子と、じゃ、打つ方か。打つ方と風子だ。なんで？なんでこっち見てんの？え、どういうこと？気になりすぎる。え、どういうこと？ニンテンドープレゼンツ。待って、今から始まりなの？これ。さっきまでのは、あ、これ見た？あれで。これ見た？ニンテンドーダイレクトでこれ見た？ここから始まりですか？もしかして。さっきのはチュートリアルだったのか。スプラトゥーン3！ よろしく。ちょっとヒーローモードこれから毎日やっていこうかな。これはもうできるんですかね？せっかくだから、やる？か。まだまだいけるよな。動画なのでね。生放送とかじゃないのでね。好きなとこをね、区切ってね、できると思うのですが。せっかくなので、僕はまだ、やっていこうかなと。あれ？なんか武器のレベル落ちてね。ね、これ武器のレベル落ちてね。さっきまでの連射能力がなくなってる。
あ、みんな、みんないるよ。3号と2号と1号だ。あれ違う、俺が3号よかった。無事みたいだね。あ、これ3号じゃないの。君がじいちゃんに任命された3号と小酒ちゃん。あ、これ8号だ。あれ？あ、ちょっと待って、わかんなくなっちゃう。4号が、ちょっと待って。3号が、あの、スプラ1の3号でしょ？ 4 号が、スプラ2の4号で、スプラトゥーン2の追加コンテンツ出てくるタコが8号だよね。じゃあ、俺誰？俺誰？僕誰ですか？俺が3号になってんの。ニューカラストミ部隊の1号。こちらは2号。ホタルちゃんとアオリちゃんだ。てか、アオリちゃんの髪色変わってる。黄色になってる。そしてこちらが、あ、シエになったの？君。シエかわいい。え、かわいい。なんか普通に、普通に好き。この3人。新しい、うつほとふうか。もう魅力がね、まだね、伝わってこないですからね。この3人の魅力が俺の中にはどんどん伝わってくるっていう。どうやらおじいちゃんは落ちた時にはぐれちゃったみたい。あいつどこでもいなくなるな。ここは見た感じすごい広いし、ケバインクがケバリ散らかしてる。ケバリ散らかしてるってことも初めて聞いた。でも3号たちなら突破できるはず。お願い。じいちゃんを探すのに協力して。またもしかして、僕無言ですかね。これは、何も言わないってことは、イエスってことなんじゃなーって言われるんじゃないの？黙ってるってことは、イエスってことやんね。この世界の定義がおかしい。本当におかしい。あ、かわいい。いいですね。いかよろしく。お久々聞けた。塗りたくるテンタクールも結構好きだったんですけどね。うちらもちょっと前についたばっかりだけど、分かったことを共有していくわ。クレーターの下に広がっているこの空間は、オルタナって名前らしいんよ。聖域だ。かっこいい。オルタナってかっこいい。オルタナには、サイトって呼ばれる島が、全部で6つあるみたい。サイト。あと、中心に謎のロケットがあるね。すっごくでかい。本当にでかい。でさ、おじいちゃんには持たせといた発信機っぽい強い反応が3つもある。なくなっちゃったのかな？通信機。それともどこかにいるってことかな。調査のためにメニューのマップ機能を強化しといたよ。ちょっと見てみようか。これがマップなんですね。未来ユートピアランドって言うんだ。何？ユートピア。未来ユートピア。楽園か？そういう意味だ。行ったことある場所は勝手に記録されるし、近くに何かありそうなら光るかんね。お宝とかあるのかな。まあいろいろマップに移って、まあマップ見ていろんな場所に行き、あ、なんか、オープンワールドチックなのかな。3号のイクラが全部なくなってるよ。落ちた時にばらまいちゃったのかも。え、俺がさっき一生懸命集めてたイクラなくなっちゃったの？てか俺3号だったんだ。これは何？装備？え、この子何これ？ヒーロー装備か。これで、あ、見て、ボムとかもありますよ。一応カーリングボムとかクイックボムとか一応見えますね。小邪気もおるし。あ、出てきた、イリコニウム。これが、さっき僕が言ってた、煮干しです。僕は煮干しと呼んでいます。煮干しを集めることによって、いろんな武器が、強化できたりするんですよ。で、強化ポイントってなんだろう？これは新しい要素ですね。いろいろ探せと言われているので、何個か集めていけたらいいなって思っております。おじいちゃんらしき反応、隣のサイトにあるね。トリマそっちを目指す感じでよろ。塩辛キャンプ。これどうする？どうするよこれ。まず何からしていいんだ？なんか携帯電話みたいな通信機ありますし、電池ナマズの、これは、レプリカかな？何を思い出すって。クリエイターでの出来事。あ、さっきの出来事か。なかなかえぐい出来事。これ上行けない。上は行けないか。何か煮干しとか落ちてるっぽいんで探していこうか。こういうとこに隠れてたりする？あ、何？
あ、小ジャケが反応してる。もしかしてここに何かあるのか。あ、出てきた。お、カードパックゲット。なるほど。トリュフを探す豚みたいに、この鮭を、宝物探しに当てればいいのか。じゃ、こういう端っことか歩いてると、小鮭さんが反応してくれるのかなって。ケバインクは3の方がいいんですもんね。そうですよね。あ。なんかここら辺いる気配が、あ、待って。これもさ、あ、イクラがなくてできない。あ、これやれってことか。なるほどな。行く？オルタナという楽園ようこそ。行きましょう！オルタナに入って初めてのストーリー。いろんなステージがありますね。何ステージぐらいあるの？ 1,2,3,4,5？ なんかボス入れたら6個ぐらいいそうじゃない？何か聞こえない？てかこの見た目あれと一緒だって、ゴンドラ持ってるんですかね？なんか、あれと一緒。オクトエキスパンションの最初みたいになってる。システムチェック OK。認証デバイス正常。生体スキャンスタート。誰が言ってるんだ。誰だこれは。機械が喋っている。アンドロイドだ。イルカな、え、イルカ？かわいい。クマもいるし、イルカもいるし、なんなんだこのゲームは。イルカさんだ。イルカかわいいね。イルカなんているんだ。サメちゃんじゃないんだね。オルタナへようこそ。はじめに参加者の情報を入力してください。何？自分の情報を？ああ、受け付けてくれました、3号。よろしくお願いします。本プログラムでは、オルタナ各地のミッションによってあなたの知力と体力を想定します。ミッションをクリアすると優れた市民として認定され、イクラが支給されます。初回のみ支給されるイクラが大盛りとなります。ふるってご参加ください。あ、これでイクラ集めてさっきのモジャオさんだね。ん？多くのミッションをクリアするほどで、するほど機密資料であるオルタナログへのアクセス制限が解除されていきます。いろんなものが見れるってことだ、いっぱいやることによって。オルタナログは無許可での効果、難しいでしょう、小学生。これはね、小5ぐらいになったらわかるかな。頭が使ってない、頭が回ってない俺の頭でも理解できないかもしれない。まあ、簡単に言うと、頑張れってことですね。頑張っていきましょい。あ、武器選べる。待って、武器ってさ、もともと持ってて自分で選べるのかな？そのチャージャーとかもしあったらそっちを選べたりするんだね、この。な、あれだ。本当にスプラ2のエクスパンションと一緒だ。このミッションは無料でチャレンジできますが、ミッション出たらチャレンジにいくらが必要です。消費、いくらがお金みたいなものかな、この世界で言う。無料なので、頑張りましょい。いろいろ使ってゴールしましょう。ライドレール。ライドレールは立てるんですよ。ジャンプもできる。ジャンプしちゃった。ジャンプを見せたら落ちちゃった。ごめん、見ないで。やっぱ今の時間見ないで。もうずっと乗ってます。倒して、飛ばして。いくら重要なので集めていかないと。もう本当にいくら集めるの大事だな、今回。今までスルーしてきたんだけど。うわ、下広い。ドア3つと鍵3つ。鍵を3つ見つけろってことだ。まずは端っこから行こう。こっちから行こう。で、これは小鮭を使えば、俺のことをリールを使ってくれる。で、このプロペラを打てば、あっちに行ける。鍵を見つけた。僕は鍵を見つけた。この鍵はどこで使うのかな？オッケーオッケー。これ何？特に関係ない？オッケーオッケー。まあ、特に関係ないっぽいですね。で、これ、でんでん太鼓。あ、いろんなギミックがあって教えてくれてるんだ。今までスプラ2にあったギミックなので。俺はわかるんですけど、初めて3からやる人は、難しいかな。あの太鼓は打つことによって、こういうブロックが動いたりするし、まあ、これは乗ったら、動けると。で、さっき教えた通り、金網はイカ状態になると、スルっていける。で、この間欠泉上に上がる、プロペラは打てば、風みたいに利用して動くことができると。
はい、もう簡単に説明しました。まず1個目。はい、1個目の鍵で、クリア。でも、まだありますね。足りませんね。危ない、落ちるとこだった。何もないとこで落ちたらすげえ恥ずかしい。あ、トランポリンはジャンプできるんで、タイミングよくジャンプ押すと、自分のジャンプボタンを押すと上に上がると。はい、いくらだっけ。あ、鍵あった。こっちかな。俺、これ知らない。あ、これ知らない。これ初めて。なんか勝手に動いてくれる。あ、ありがとう。あれだね、ピタゴラスイッチみたいだね。見て、ライドレールってね、こうやってね、動けるんだけど、全然取れないね。ごめんね。一回帰る。あ、ね、帰れない。え、帰れない。ごめん、一回、無理やり帰るわ。無理やり帰る。これ、取りたい。せっかくなので、イカのリングを取りたいですね。タイミング難しい。ここかな。オッケー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 。で、これ、ピロピロは撃てば、道ができると。はい。なにこれ。あ、スペシャル変わった。てか、スペシャルまだ一回も使ってないから使ってみていいかな。ほい、ウルトラショット。で、ピロピロに打って。はい、完璧。ウルトラショット持って。ほい、二個目。さあ、最後の、最後の鍵はどこだい？最後の鍵はどこにあんのかな？俺はどこから来たのかな？とりあえず、開けとくか、じゃあ。とりあえず開けとこう。で、これ2個目、ピロピロで上がれる。で、最後の鍵がね、どっかにあるんだけど、どこだろうな。あっちは行ったし、この上行ったよね。こっちも行ったよね。俺行く場所なんかなくね？もしかして隠れてるのかな？下とか？この下とか怪しい。特にあるわけでもないっす。はい。で、でんでん大、なんか溜まってくのはなんだろうね、これね。あ、わかった。そこにある後ろのやつかな。これじゃね？でも、ここ登れないんだけど、どうやって登るんだろう。一応全部出してみて。あ、ここ上登ってみるか。あ、あれがゴールだ。見えた、見えた。で？あっこにジャンプできない。なんかあの裏怪しくね？無理か？あ、いけない。絶対いけない。え、どうやって行くんだろう？気になるあれ！どうやって取るんだろう？いろいろ回るのか。濡れる場所？下？何もいけない。こっちからジャンプでいけんのか？いや、無理だろう。落ちちゃう気がする。保留ってことですかね？あ、ウルトラショットとか？ちょっと打ってみるか。ウルトラショット。鍵ではないですね。なんか箱があっただけだ。ってことはこっちじゃない。え、どこなんだろう。いきなり俺、わかんなくなっちゃった。どこかな。もう一回同じとこ行ってみて。ウルトラショット。あれ、来た道戻っちゃいますよね。ね、なあ、一個なあ。本当に一個ない。ちょっと待って、俺鍵持ってる説ない？もう一個。ちょっと待って。おーい！持ってた一個！どこで取ってた？二個持ってたんだけど！ねえ！そらないわ！バカか！何やってんだ俺は！今右下に鍵のマークあったから、もう！まあ、クリアしたからいいや。なかなか難しい。一番難しかったわ。落ちるしな。本当に落ちるしな。いや、もっとステージをやっていきましょう。やっていきましょう。次はどうするか？オルタナ、どうしようかな。ちょっと宝探しもしたいな。うん。宝探しもしたい。とりあえず、投げるよ。こじゃけ投げて。広げます。よし。もじゃもじゃ、あ！これ？あ、これか。なにこれ？あ、ミステリーファイル！よしよし、これ大事、これ大事。でも3番って書いてある。え、まだあるのかな？話題の混沌きらめきタイムへ、カモン。生きって歩こう、バンカの通り。生きって歩こうだって。なに強化ポイントって。ちょっと待って、わかんない。
で、こっちでもあるし、なんなら、こっちにもある。で、これは何？あ、こっちにも、待って、こっちにもある。3個ある、今。ほら。ほら。しかも、なんか、腰掛けのやついっぱいある。あ、こっちにもなんかあるし。ほら。今、いろんなとこ行ける。あ、腰掛けだ。あ、鮭もらった、鮭もらった。鮭？あ、イクラか。ごめん、イクラでした。上にも登れる。あ、ここにもあった！次、宝探しが面白い。なにこれ？ディスクレコード！音楽変えれるのかな？わーい！あ、こっちにもある！てか、いろんなありすぎだろ！え、このステージ広い！広い、ほんとに！え、これジャンプでいけんのかな？いけるのか？ちょっと、イカロールとかで行った方がいいかな？いけないわ。ごめん、下手くそ。こっちにも何かありそう。あ、てか普通に行けるやん。あった！また発見した！こんなところに。ミステリワール2番！今は昔、バンガラの地に、大きな水あり、大水ありか。天より下りし、三つの光、渦を帯びて、災い、拭り去れり、バンガラの民、三つの神輿を持って、これを、畳め、あがめ、保る？物音をせり。わかんない。ごめん、読めない。ごめんね、バカで。ちなみに、ここで見つけた皿に1個。なんか、すごい、いろんなのある。100円も手に入れた。あ、これ、もしかして。ここに跳ねると登れなくなるタイプ。罠か、これは。うわ！今取った100円で、使わないと上に上がれないでしょ。意地悪、これ。意地悪。意地悪だね。本当に。しょうがないか。で、こっち行けないから、お宝はね、あとミステリーファイルが1個ぐらいどこかにあると思うんですよ。それをね、探していけたらいいなと思ってる。あ、これじゃねえ、ミステリーファイル。発見。はい、どうぞ。あ、煮干し。イリコニウムゲッチ。今いろんなの集めてるぞ。待って、こっちにもあるし、あっちにもある。やばい。行きたい場所がめっちゃある。あとね、さっきも見つけたんだけど、あーぶれ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 、おもろって今、ここに見つけた。はい、お金。しっかりお金ゲット。まあ、こんな感じでいろいろ手に入るんだ。このシーンみんな見る？いる？いるかな？いるのかな？ここにもあるんだ、実は。ある場所攻略になればいいんだけど。なにこれ？置物。あれね、ロッカーね。じゃあせっかくなのでこちらの夜間でもやっていこうかしら。なんて書いたの？ 20 個のイクラを使って、くつろぎと解放感、木漏れ日のプロムナード、ストリンガーを使ってゴールしましょう。プロムナードってどういう意味だろう？ちょっと額がなくてわかんないけど。プロムナードちょっと調べてみるか。プロムナード。意味。散歩って意味だって。散歩、フランス語で散歩って書いてます。初めて知った。お、てか、ストリンガーじゃないですか。なんか消毒された。え、色かわいい。なにこれ、セクシー。アイアムセクシー、そして、おしゃれ。3方向に、発射。あ、すごい。で、縦ね。あ、すごい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 。色、インクの色がすごい綺麗。おー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 、びっくりした。もじゃもじゃしたものが。おい、おい。あ、強い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 、普通に強い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 。ああ、危ない危ない、やられるとこだった。でも、ストリンガーいいですね、使えるの。いい練習にもなると思います。これも壊して、まっすぐ行って。柱の間を抜けってこと？俺はナスの夜市に憧れてるんだ。これで、オッケーオッケー。昔の弓をね、使ったらね、敵ナスと呼ばれた、この、ナスの夜市。俺は夜市になるんだ。ほい。なんか、30メートル先の矢を射抜くんや。オッケー。余裕じゃないですか。これなんか意外と、プロムナードってもう散歩って意味らしいし、意外と行けますね。散歩してるだけだもんね。ほい。あ、全部取れた。インク、あ、爆発して全部取れなんか。すごい、チュートリアルでもなってんな。しゃあ。せっかくなので上から狙っていきますか、全員。
これ曲者入って、はい。はい、オッケー。全部倒す。あ、3連いったね。間を抜けってことか。オッケー。はい、オッケー。はい、動いた敵も倒していく。楽しい。まあ、今回の目玉商品ですかね、この、この武器は。あ、こっちか。はい。次は何かな。あ、壁壊しちゃったけどもいいか。あ、待て、スーパーサイヤ人ブルー。スーパーサイヤ人ブルーになりました。倒して。オッケー。で、さらに先の敵もしっかり倒して、意外と届くね。射程も意外とある。お、生まれた、新しく生まれた。ういしょっと。壊すの大変。一個ずつ壊すの大変。また生まれたな。あ、これあれか、後ろのやつに爆発を狙うみたいな。こうか。無理か。遠すぎる。あ、遠すぎる。もういいや。もう近くでいい。もう近くでいい。うれ。いや、強い。普通に強い。どうすんの？この間をジャンプで狙う？無理か。もういいや。おい。おい。待って、強い。強い、まず強い、スーパーサイヤ人ブルーが得られる。普通に強いぞ。足元狙うしかねえもん。うぃ、オッケー。最悪足元狙うから。あ、クリアだ。イェイ。意外と簡単ですね、まだね。ありがとうございました。これでとりあえずイクラをたくさん集めて、この周りのステージ綺麗にしてから行こうか。じゃあ、いろいろ作業があって大変だ。すごいね、でも、スプラトゥーン3の世界。俺好きだわ。今までのヒーローモードで一番好きかもしれない。ほんと、そんくらいのね、ポテンシャルはありますね。あ、ここ。100円？安い。安いよ、安いよ。あ、こちらにさらに何かあります。なんだ。あ、100円か？100円、あ、帰ってきた。え、900円間違えて使っちゃったけど、でかいけど、まあいいよね。どうせ綺麗にするもんね。え、なんかモアイみたいなの出てきた。ちょっと待って、無駄遣いこれ。ね、無駄遣いしたかも。え、ちょっとモアイ。何モアイ？モアイを出すために俺900円使ったの？ふざけんなよ！これに900円かよ！やめて！悲しくなる。え、ちょ、すげえもったいないじゃん。すげえ俺もったいないじゃん、今の。まあ、でもやったとこはこのマークが出るのか。また稼げばいいか。じゃ、ここ。次、ここ。あれ。次、ここ。小鳥が集う。憩いの場をあなたに。いいよ、次ここやるから。900円で。100円で俺モアイか。あー、選べますね。ヒーロー装備。おすすめって書いてある。おすすめにしようか。まあ、今までと変わらないし。やりやすいでしょう。はい、よろしくお願いします。焦らず対処してゴールしましょう。なんか見える。タコポット。全部倒せばいいのかな？この子は撃てば倒せるから。当たらずね。まあ、向かってくるので、それだけ気をつけましょう。はい。OK です。OK です。あー強い！あ、この早かった意外と。焦らず行きたいですね。OK、インクアーマー、スーパーサイヤ人ゴッドになってから、あ、鍵が。鍵この上は後ろからじゃないといけないね。あれ待って、これも鍵じゃないと開かない。ってことは裏から回るのか。こちらか？あ、こっちから回るっぽいな。あ、こじゃけ、あ、こじゃけ、え、もうこじゃけやられた。こじゃけやられた。今、こじゃけ投げたら、こじゃけタコポットにやられた。あいつ。タコには弱いのか。あー、いっぱい来た。怖い。映り怖い。裏から回るよ。でっかいのもいる。でっかいの、待って。でっかいの強い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 。でかいやつ。体力が、なんか無限にあったよ。まあ、倒したけどね。鍵ゲッチュしたので、さっきの下戻りますか。ちょ、鍵開けて、道作ってからの、上登って、さあ、新しいとこ来たぞ。最終チェックポイント！早いですよ。
通に早いですよ。あ、タコ倒して、オッケー。あ、また来ましたね。おい、痛い。痛いな。あ、アーマー壊されちゃった。スーパーサイヤ人ゴッドが。いや、しかしゴッドになった。ブルーにはなれなかった。オッケー。うおー。オッケー、これで。柱も一緒に壊せればよかったんだけど。おー、開いたね。また出てくるのか。あ、でっかいの来た、でっかいの来た。これこそ小鮭さん。小鮭弱い。小鮭弱い。うわ、勝ってる。いやー、今、打ち返せれば。奥全部割れてたのか。悔しい。地味に壊していきまーす。地味に行きまーす。はい、何もありませんでした。はい。はい、クリア。今回簡単な気がする。まだ簡単なだけかな。900円返ってきたわ。900円返ってきた。ようやく返ってきた。楽しい。2000円になった。よし、じゃあまた、100円、あ、安い安い。壊していこう、壊していこう。100いくらなんてね、安いもんよ。強化ポイントも手に入りますしね。300? 安い安い。よいしょ。安い安い。もうここら辺一回きれいにしようか。もじゃもじゃしててね。大変だ。置物ゲット。はい、200、安い安い。安い安い安い。はい、OK。何もない!なんで何もないのに200円使わなきゃいけないんだ、俺は。800円だと?行こう!何これ。あ、待って。待って、バルーン出てきた。待って、煮干し手に入れる。ちょっと待って、バルーン行かなきゃ。二足のわらじ。あ、待って。こうしたいのに壊せない。これは、小鮭か?あ、小鮭。これ時間で消えたりするのかな?あー、時間で消えちゃう!あのバルーンは、また、もじゃもじゃしたの全部なくなってからやりましょうか。これは ?1500 高っ !1000 円。高い。いや、200円ある。200円まずやる。安いのからね。オッケー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 。でも、別に大したものあるわけでもない。無駄遣いしてますね。これは ?600 もないな。新しい夜間クリアしなきゃいけないのか。てかもうね、私ね、1時間やってやるみたいなんですけど、めちゃくちゃやってるんですよ。なので、今回は、ここら辺で、終わろうかなと、思うんですけど、どうでしょうか。さあ、一番高いところに来たと思いきや、そこまで高くなかった。そうだな。もう一ステージぐらい。まだお腹いっぱいにならんから。目の前に見えてるこいつ。こいつをやろう。君はなんだ?やってやろう。宇宙の中心がここに。待って、チャージャーだ!これ絶対チャージャー!最後チャージャーで締めくくろう!使いたかったんだ。うわ、立った。スコープかスコープじゃないのかか。一応スコープの方が好きなんだけど、チャージキープできる方が俺当たるし、みんなも多分こっちの方が見やすいと思うんだよね。なので、チャージャーを使って、やっていこうかなと思います。一発で的をすべて壊しましょう。一発?絶対当てなきゃいけないの?なんかストラックアウトみたい。はいーだ、いや、はいはいそういうことか、あの爆弾を狙ってことでしょなんか爆弾あるなと思って打ったらいけた。楽しいな楽しいな。一発でクリアしちゃった。え、いいのこれで。ちょっとせっかくだからスコープでもやってみる。面白かったよね。お金もらえるし。いくらもらえんの?え、今ので1400円ですか?じゃあもう一個の武器でクリアしたら、500円くらいもらえるかな?せっかくなので、まだやってないスコープ使ってやっていこうよ。あ、300円だって。次300円らしい。まあ、でもここでね、お金稼ぎはできると思うんですよ。さあ、どうしようかな。どこで見えたらかな。ここだね。はい!はい、完璧!はい、チャージャー扱い!ここに剣山、剣林、登場!スーパー着地!到着!なんて言ってるかわかんないけど!クリア。一人で興奮してた。これで、だって300円もらえるでしょ?ちょろくない?チャージャー扱いの
いくら稼ぎはここなんでしょうね、きっとね。まあ、気を抜くとね、失敗しちゃうと思うんですけど、2000に戻したよ。はい。まあ、てな感じで、今回はとても楽しめたので、ここら辺で終わりたいと思います。ヒーローモード、次も、結構長い時間やっていこうと思うので、楽しいとな、この続きがまだ見たいなって思ったら、よかったらチャンネル登録と、あと高評価と、あとね、うちのね、この小鮭の名前を、よかったら、決めてほしいのでコメントしてくれると、嬉しいです。このままだと、小鮭さんです。はい、ありがとうございました。またよろしくお願いします。